え、期待させてた今。なんかそんなこと言ってたっけ？言ってないよ、グリム。グリム？グリム適当なこと言うんだから、そういう。次、6話。終結プリフェクト。あ、何だ、鏡の前で何しようとしてんだ。あれか、領長会議か。めっちゃ面白いな。こんなところでやって、こんなところでって言い方あれだけど。会議室とかあるじゃん、多分教室とか。ダメなの？鏡の前じゃなきゃダメなの？ではこれより、10月に行われる両対抗マジカルシフトについての領長会議を始めます。大丈夫？なんか学園長忙しい忙しいってたからブツ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 言えたけど大丈夫かな。最初に、大会運営委員長であるオクタビネル寮のアーシェングロット君から報告があります。でも大会運営委員長とかもさ、寮長がやる決まりなの？これ大変だね、寮長。仕事量多くて。あれ委員会とかさ、他にないの？放送委員とかさ、広報委員とかさ、図書委員とかさ、委員会ってないのかな。あんまなんか言われてないよね。委員会ったら面白いよね。なんかやっぱ高校生、中学生といえばなんかこう部活と委員会みたいなイメージあるじゃん。大変だね、アーシェングロット君。運営委員長のアズール・アーシェングロットです。よろしくお願いいたします。え、だって寮長みんなお前名前知ってるから、いちいちそんな自己紹介しなくても。いや、多分まあこれユーザーに向けて自己紹介なんだろうけどさ。え、なに、この鏡の間って椅子ないの？椅子。立ってみんな会議してんの？めっちゃ面白いね。ではまず、会場となるコロシアム周辺に設置予定の出店についてですが、はい、外部企業枠、内部部活枠ともに全て埋まりました。あ、外部企業枠とかあんの？すごいな、この学校って誰が仕切ってんの？これこのうちこの店出したいんですけど、この学校でっつって。すごいね。お、いいね、賑やかになりそうじゃないか。なるほどね、そういう大会だからね。各国のロイヤルゲストへの招待状は全て送付完了。観客席のチケットの売れ行きも順調です。え、これ何、生徒がやってんの？その招待状とかさ。え、仕事量そんなもんなの？やる生徒がすごいね。え、チケットの売れ行きとかも生徒が管理してんの？すごいね。なんで？そして今年も例年同様、多数のテレビ局と新聞社より取材申し込みが来ています。それやってんの生徒なんでしょ？すごいね。この大会は世界中が注目してるもんな。それはさっきすればなんか学園長から聞いたわ。この学園に入学する前は俺も招待状来るのが毎年楽しみだったっけ。富豪ですからね。すごいな。そんな感じだから招待状来て、もしかしたらその富豪とかロイヤルファミリーとかは学校でね、会ったりとかして交流するんでしょうね。あ、王族なんだしレオナンチにも招待状が来てただろ。小さい頃会場ですれ違ってたかもな。あ、そういうニアミスもあったりするかもしんないんだね。さあな、どうでもいい。そんなに興味ない？今年こそウルトラビジョン対応の崩れないベースメイクを完成させなきゃ。すごいな。汗で流れるからってこと？運動量が多いからお直しの回数が増えるのよね。あ、そっか、テレビ出るんだもんね。それはお直ししたいよね。メイク直しのためにタイムアウトを取るのはポムフィオーレ寮くらいですよ。あ、ポムフィオーレっぽくていいじゃない、そのタイムアウト取るの。そっか、なるほどね。なんでみんな顔出し生放送に対して前向きな？こちとら想像するだけで吐きそうなんですけど。お前顔だけはいいから出しちゃっていいと思うんだけど。もう幼鳥会議の時点で出てねえからなこいつ。皆さんお静かに。ああ悪い悪い。各寮出場選手が決定し次第登録書類の提出を。提出期限に1日でも遅れた場合、はい、もちろん失格だね。いえ、あれ、別途処理手数料をいただきます。特急料金というやつですね。印刷じゃがお前。コミケの締め切りギリギリの印刷じゃがお前なあ。何特急料金って。僕はそうやって例外的なルールを作るのは良くないと思うけど。
俺はありがたいけどな。遅れる気満々じゃないかこいつ。君たち話が脱線していますよ。俺なんかもう多分いつものことなんだろうな。さて次に対戦表の話ですが、ん、私から一つ提案があります。あ、 7両があるから、あの1個シード枠だねって話。なんで7にしちゃったのよ。もうちょっとうまく、なんか8つとかの方がいいでしょ。キリがいいでしょ。提案？今大会からディアソムニア寮寮長マレウス・ドラコニア君を殿堂入り選手とし、出場を見合わせてもらおうかと思うのです。え、そんなマレウスだけハブってこと？え、どういうことだ。ほら見ろよレオナの顔。おこじゃ、すっげえ見てる。ドラコニア君が入学して以来ディアソムニア寮に当たった寮は全て無得点のまま完敗。かわいそうだなそれ。何その無得点のままって。ディアソムニア寮の得点は100点を超え、え、そしてその9割以上は彼が一人で決めた得点です。チートゲーじゃねえかそれ。マレウスも他の寮生になんかパスとか回してやれよお前。一人でプレイするとあの仲間内からなんかちょっとえってなっちゃうだろうな。え、このゲームって別にソロプレイじゃないでしょ。みんなで仲良くやるやつでしょ。何その100点超えって。なんでや、阪神関係ないやろ。確かに去年俺たちが当たった時は手も足も出なかった。あ、当たったんすか。そんなに。ゲームバランスぶっ壊れ性能のチートキャラ無双でしたな。それが次の SSL で出てきたらめっちゃ面白いよね。この大会は単なる娯楽ではありません。言っちゃったよ。新たな才能を持つ魔法師を発掘するために世界中が注目しています。それにもかかわらず、はあ、対戦相手どころかディアソムニア寮の選手も一度も魔法を披露することなく試合が終わる。いや、それマレウスに言った方がいいんじゃない？加減たものを知りなさいよって言った方がいいんじゃないの？それ全部マレウスが悪いみたいになっちゃってんじゃん。誰か言ってあげないといけない。ああ、もうハーツラベル寮のそれ再来しちゃってるじゃん。かわいそうだね。ディアソムニア寮の選手もそれはそれで被害こむっちゃってんじゃん。異常事態と言っていい。異常事態って言われちゃってんじゃん。もう腫れ物を扱うかのよ。ああ、わかる。俺通展開も連続するとなえ。何があったんだよお前は。マジカルシフトプロリーグを目指す生徒が数多く所属するサバナクロー寮。学園設立以来3位以下に転落したことがなかった優勝常連寮です。すごい。それなのにマルフのせいでってことね。この2年はトーナメント1回戦でディアソムニア寮と対戦したばかりにどちらも初戦敗退。第1回戦で出すからだろ。そこはなんかさ、うまいことトーナメント表持ってきてさ、決勝戦でディアソムニア VS サバナクローみたいなのにやりゃええやん。それはトーナメント作ったやつが悪い。これではプロリーグ関係者の印象にすら残りません。選手の将来にも関わります。うん、なんかマレウスが悪いみたいな。今年も俺たち無様に負けるって言いてんのか。ほら、おこだよ、ほら。私だって言いたくて言っているわけではありません。本人に言え、本人にさ。とにかく、殿堂入りの件は、すでにドラコニア君に内諾を得ています。得てんのかい。本人がいいっつったならじゃあそうしろも。あとは皆さんの合意を得るだけです。なめられたもんだ。俺はな、先生。お前は絶対に一番になれないって花から決めつけられることがこの世で一番嫌いなんだよ。まあね、やってみないと分かんないからね。それは、そういうわけでは。じゃあどういうわけだ。第一、マジフトは力押しでやるもんじゃない。ここでやるもんだろ。ああ、うまいこと頭立ち絵が頭持ってきてるの。俺は頭でもマレウスに勝てる気しねえけどな。頑張れお前は。お前はな。だが俺は違う。確かに力押しじゃ誰もあいつに勝てないだろうが、おつむの方は違うはずだ。おう。ほう？なんで急に。今の話し合いでなんで急に出てきた。グレートセブンの百獣の王も努力と知恵で王の座を勝ち取った。あ、まあ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 。何も言わんよ僕は。お前らも頭絞って考えろよ。あの化け物に勝つ方法を。化け物って言っちゃってんじゃん。もし勝てたなら
そのチームを世界中が称賛するだろうぜ。だろうな。あのマリウス・ドラコニアに勝ったってなるもん。千載一遇のチャンスをみすみす逃すのか。たまにはいいこと言うわね。私も学園長の提案はナンセンスだと思っていたところよ。え、なに、割とみんなマリウスボコボコにしたいの？才能あるものを排除する、それってアンコンシャスバイアス、はい、無意識の偏見ってものじゃない？もう最初から無意識の偏見って言ってもらった方がよかった。アンコンシャスバイアスって言うの？無意識の偏見？一つ賢くなりましたね。私そういうの嫌い。あ、嫌いってほら言ってるよ、ほら嫌いって。僕もビル先輩の意見に賛同します。なるほど。それに一魔法師としても戦う前からサジを投げるような真似はしたくありません。うん、なんかあのここだけ見てるとめちゃめちゃマリウス嫌われてるみたいな風になってるけど、殿堂入り提案したのは学園長だからね。あ、でもそれに賛成してんのかあいつは。あのお高く止まったスカシ野郎の悔しがる顔が世界中に放映される。うん、想像するだけで鼻歌が歌いたくなるじゃねえかなあ。レオナの鼻歌の方が想像できねえな。それは視聴率が取れそうな絵ですね。まあ確かにな。うんうん、仲間外れはよくねえよな。あれ、カリも今までのこいつら言ってた話聞いてた？めちゃめちゃ嫌味含んでたのに、お前ってやつは。え、何この流れ、殿堂入りでいいって思ってるの僕だけ？うん、ぽいよ。こいつらほらヴィランだから。ってわけで先生、マレウスの殿堂入りの話はなしだ。やれやれ、わかりました。てかマリウスが一人でさ、あのプレイしてて他の寮生が目立たない状態を生放送で流すんでしょ。なんかネットとかでは荒れそうだけどね。すごい叩かれそうな気するけど、それでもみんなマリウスの方がすごいからって黙っちゃうのかな、かな。これが意外と7章につながる話だったりするのかな。しかし今年も同じような状況になるなら来年こそ彼を殿堂入りにしますからね。え、だって来年って4年生でしょ。4年生って出場しないんじゃないの？どうなんですかその辺は。来年殿堂入りしたところでじゃないですか。知らんけど。好きにしろ。では本日の議題はこれで終了です。皆さん各種書類の提出をお忘れなく。え、本日の議題の中心はもうマリウスを殿堂入りするかどうかの話だったけど、それでいいの？他何も話し合ってなくない？いいの？そんなもんなの？終わり？これ LINE でよかったんじゃないの？この話の内容 LINE でよかったじゃん。わざわざ集まってしなくてもよかったじゃん。各種の書類提出お願いしますねの LINE でよかったじゃん。そしたらスタンプでオッケーオッケーってポコンポコンって、それでよかったじゃん。もうマリウスの話どうでもよかったじゃん。じゃあそんな会議してるのいつも。僕としては忘れていただいても構いませんけどね。あ、金欲しいからってこと？ところでん、今日の寮長会議、またマレウスだけ呼び忘れてない？あ、いや、オチ？おー、マレウスがオチにされてる。なあ、マレウスがあんま見ることない階段。そろそろマジカルシフト大会の選手選抜の時期だな。何か寮長にアピールする魔法考えてる？あー、なるほどね。そっか、寮ごとにそういうなんかすごいアピールできる魔法と防御魔法と、運動神経みたいな評価されるんだろうな。それで選抜されるんだろうね。いや、面白いじゃん。当たり前だろ。こないだクルーウェル先生に見せたら好感触だったんだ。あー、最近に先生これどうすかっつって。あー、いいねいいね、そういうの寮長に披露するの楽しみだって。うわー、あーあーあーあ、ものすごい落ちた。おい、どうしたんだよ急に。階段から飛び降りたりして。気候のそれ、足が痛い。受け身ちゃんと取らないと、ほら打ちどころが悪かったの、ちょっと。とにかく保健室に行くぞ。おう、うわ、なんてわかりやすいシルエット。